力5トン以上もあったと言われているよ。ティラノサウルスもびっくりの攻防力だね。追加されたのはこのラブーンに設置する岩。ここにアーケロンとのトサウルスが上陸するみたい。もう一つ追加されたのは水中に設置するアトラクション。水族館のように水生生物の生活を観察できるよ。このガラス簡単に破られそうだけど大丈夫か？人間たち楽しそう。アーケロンが岩に上陸。日光浴かな。この一生懸命な感じが癒される。岩に上がってきたよ。うわ、なんかいっぱい来たわ。なんか爬虫類と両生類の間のような姿してるよね。モササウルスやクロノサウルスよりスピード感あるね。
ーストもやれるらしい。次回の動画でお会いしましょう。またね。